左。なんだこっち通ったかのか真ん中通っていい？知らないじゃん。お邪魔します。あ、風が涼しい。気持ちいい。でも気持ちいい、うん、なんか都会って感じじゃない。鹿島神宮と似とるよね。確かに似てるかも。原生林と一周は大丈夫なんじゃない。 あるでしょうね。第2トリン昔の子、うん、昔はこんなんやったよな、うん、なんかあるぞ。これぞ一緒。
みんな真ん中歩かんけど、みんな真ん中避けてない。でかいってこと？さっきと一緒じゃない？サイズ。木造の明治鳥居としては日本一。さあ、明治鳥居。木造なんだって。そして日本一。すごい。ヒノキだって。樹齢1500年。いいな、あの鳥。大鳥居を抜けて、本殿までの参道にある、何の変哲もない周りか、残りから、実は縁起の良いスポットに。うん。どこ？90度に見えた88度に。そこ。5歳の水広がりだから、縁起がいい。88
面白いな。うん、緑のさ、広がる。てかこんなさ2箇所この距離感で鳥居が2箇所こう直角にあるのが意外と大体直線だもんね。あでも鳥居がこんな距離にあそこを1歩しかなかった。鹿島？あ、伊勢。伊勢、出雲。出雲ね。昨日5円あげた。あなたにはね。